はい、えー。テニスなしの白川です、えー。今日はですね、えっ、ー、と、高校のですね、えっ、ー、と、進学問題で,ですね、えー。まあ中にはもう、えー、勉強か、それともテニスかということでね、こう悩んでられる方がね、えー、非常に多いし、もう、毎年毎年いつもいつもこう聞く話なんですね。まあそういうの最近のね、まあ最新情報ということでね、ちょっとお話ししたいと思いますね。えっ、ー、と、えー、 最近ですね、僕この競合テニス部のあるところっていうのが、もうほとんどその学校で練習してるっていうところが少なくて、まあ外部にね、外部でやってるとか、外,あの外部に任せてるとか、まあテニススクールの方にねもう、もうそのまま選手がこうお願いして試合でだけ出てくるとかですね、えー、そういうのがもうこう非常にこう増えてますよね。えっ、ー、とまあそういうふうなあの傾向でですね、あの、 えとまあ、何人かちょっと似たような話は聞いたんですけどね、やっぱりその、えー、ある強いジュニアもまあ勉強できるんですよ、ね、勉強できて、まあ、お父さんからも、またお母さんからも、どうしましょうっていう,うな話は聞いたことあるんですけどね、であの、えー、テニスもできるし、まあ、勉強もできるからということで、どうしようかということでね、であ,の、まあ、あるチームはね、強豪の、えー、とテニス部そのものを丸々、ねえーまあ、見てるような。 え、ところですね。まあ、何箇所ありますね。ええー、と、そこでまあ練習してるんだけど、 まあ、あのテニス部に、ね、別に入れなくても、もう進学校入ってもねえ、おいでよというふうなこう話を、ね、してくれたっていうのを聞きました、まあ、同じ声、ね、これね、別にそこだけが特別じゃないですよ、やっぱり他のところもね、やっぱりそんなことあって、あのえー、とほとんどのところがね、やっぱりずっと自分のところで見てる子だったらね、まあ、進学が変わっても、やっぱコーチもあのやっぱり、今まで見た子でだからね、まあ、おいでよと言ってくれるところが多いみたいですし。 なので、まあ言えば、その、えっ、ー、と、学校はね、もう進学校のね、もう、そ、えー、の、勉強できる学校に入って、まあ放課後ね、そういう風な、えっ、ー、と、強いテニス部の子らが集まってね、えー、練習している、えー、クラブとか、まあ、チームとかにね、行ってね、練習していけば、結局、あの、テニス部と同じじゃないのっていうね。だって、テニス部が学校で練習してないんですよ。あの、外部のチームに任せてるか、まあ、とある、まあ、テニススクールの方にね、でやったりとか、 結局そのテニススクールでその高校生らあの練習してるんだったらで、よくよく中身見たらね、あの別にそこの高校の子だけじゃないんですよ。別のところもこうとか、全くその進学校の子も一緒に練習してるんだから、同じじゃないのとか思ったりもしたんですよね。なので、あの、なんて言うんですか、もうまあ時代がもうどちらかというと、もう,もうそういう、そっちの方がこう大きくなってきてるから、どちらかといえば。 あのー、もう思うのは、ね、もう勉強できる子は、ね、もうしっかり、ね、もう勉強の方をカチッとこう選んでもらってで、あのー、それで、ね、テニスに関してはしっかりリサーチして、ね、どこが受け入れてくれるのかを、えー、と調べてで、あのーえー、と強豪校の、ねえー、と選手が、ね、あの在籍している、えー、とスクールとかクラブとか結構あるんですよ。 だからそういうところをねちょっとうまくねこう利用していくのもあのお手なんじゃないのかなとこういうふうにこう思いますね。あ,のあとねまあ結局ねもう気持ちの中にあるとすればインターハイっていうのが、ね、どうしてもあってね どうしてもインターハイでやりたい、あの取りたいんだとか、それから、まあ、なんですか、あのテニス部有の特有のね、もうみんなが一丸となってみたいなね、ああいう世界をね、やっぱり経験したいっていうのはあるかもわかんないけど、その一丸となってっていうのはね、最近、だいぶもう少ないのでね、あのそういうところあのに入ると、もう多分ん勉強はどうちょっとできなくはなってくるのかなとは思いますね。 なのでまあ、インターハイ以外であれば、まあ、全日本ジュニアとかね、そういうのにあの焦点絞ればね、あの、そこさえね、インターハイさえ、まあ、捨てるっておかしいけど、まあ、諦めてもらえれば、あの、えー、いいんじゃないのかなと思いますね。それとまあ、もう一つ、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、本人がね、どこまでテニスしたいのっていう部分で、あの、<laughs> それはもう、なん,ていうんですか、もう、本人がその学校のテニスのね、その世界に、もう <laughs>、 どっぷりハマってやっていきたいというなんか強い気持ちがあるのとか、それかもしねあの、まあの、プロの選手になりたいんだっていうのがあるのであれば、あのそれまたこう話は別だと思うんですよね。でもそこまでの気持ちがもしないのであれば、しっかり私はねもう勉強の方をねあを選ばせるのがね、えー、ベターかなというふうに、ね、思いますで。情報収集大事で あのまあ、今までの例で言えばもうそこそこできる子は、まあ、中学入ったらねもうね高校の人とねなんかいろんな高校の、ね、先生と話してね高校の練習によく入れてもらってね ももっっととできる子はもう大学の方に練習入れてもらったたかしてましまねで高校入ると今度はもう大学の方うどっぷり使ってねもうみっちり練習してねテニス部でやってなかったりしますよね、えー、それかもうなんかプロが集まるようなチームに入れてやってるとかねもうスーパーな子はもう,もうそこまで環境をどん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 整えてやってるから、あのー、多分、えー、と普通のね、えー、学校行って放課後終わってテニス部入ってインターハイ目指して「AAO みたいな感じでは超トップはないと思います。 もうかなりのもんだと思いますよ、えー、なのでなんかもうその時点でねもう勝敗なんか見えちゃってるんですよねもう終局図がねなので、うん、その努力はどうなんだろうっていうのもあのちょっと厳しい話そのいろんな人を見てると感じますけどねやってる人すごいやってますよねもう自分からこう見つけてねそこまで行ってるのでね。 えーとまあでもそこまででないのであればもう,もうきっちりね勉強をねあの選んでもらってね進んでもらうのがねあの一番、えー、とベターかなと思いますでその中でねやっぱりある程度その例えばいろんな学校にねこれ話するにしてもねやっぱりね あの申し訳ないけど実力のある子の話はね「はいはい」って聞いてくれますけどそうじゃないんとこに関してはねあんまり話聞いてくんないですよもうなんかこう右から左みたいな感じですからやっぱりその前にも言ったけどの「性のループ」ですね「えー、とま性のループ」っていうのまた動画あったのあのリンクしとくんで見てください「あの性のループ」と「負のループ」ってあってやっぱりねあの、えー、といい条件あの強くなるとねいい条件がどん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 入ってくるんですよ。 でもね、あの強くなかったらねあの交渉しても誰も話してくれないし練習してくださいって言っても練習してくれないしあのどん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 こうどツボにはまっていっちゃうっていうのが、ね、もう事実なので。 あの、なのでね、もう負のループをした人がね、こう、正のループに乗れるようにね、えー、どこに問題があるのかをね、考えてもらって、もう対応していってもらった方がいいんじゃないのかなと。えー、思います,すね。まあ、話戻すとね、えー、結局ね、あの勉強とテニス悩んでて、で、テニスにそこまでのね、もう本人がその、そこまでこう、深い執着がないんだったら、しっかりピッあの。 引っ張り勉強を選ばした方がいいと思います。で、えっ、ー、とそうじゃなくもうなんかこうテニスもやりたいって言うんだったら、まああの一つとしては新学校勉強できるなら新学校にカッチリ入れて。 練習できる場所を、ねえー、きっちり、えー、と見つけてあげれるということ、えー、もしくはもうもうやテニス1本でっていう本人の気持ちが強いんだったらテニス1本に絞ってあげるかなということが大事なので本人の、ね、気持ちというのをま、ね、ず、えー、考えてあとはもう自分の,その立場で正のループか負のループかなんかあると思うんですけどそこをちょっと考えていい流れに乗っていけるんであれば勝負仕掛けてもいいんじゃないのかなと、えー、思います,です、ねえー。では皆さん頑張ってください。